丈夫だなって。なアンビリバボーみたいな。何だと思う？何役に立つ？何だと思う？さあ松坂さん、はい、もちろんどちらが行ってもね、はい、味的に。この後の系統ですね。そうですね。どっちで来るんですかね。うまいよ、行ったくない。エンビだと思う。何だと思う？ああ、ソーセージ。ソーセージ、ビネグも食うけどビル、ね、チョロ、ああ悪いんだけど、チョロ、ああ悪いです。2点差に迫られた日本代表侍ジャパン、ノーアウト1。レンジでチンしただけなの、薄くスライスして。つなげてほしい。ごま油の香りするって言われたけどさ、あれなのかね、ごま油入ってんのかね。全然ごま油の香りしなかった私。なんだよ、天水入れやつのがいい。無駄になんねんだよね。あそこさん上がって食いでっていう合図なんだ。お母さんもどうぞ。お父さんの分なのに食べてくれない。これよおいねえやつ。どこで撮ったんだよ。くそー、ちくしょー。3日も4日も銘柄、3日も4日。どこいいや。クランとこがいいんでね。みんな目立つとこ。目立つとこ行きたくない。クランとはダメだ。なしてあいつは掃除しと思う。邪魔だから、じゃあ散ってなげるとは。ソーセージだよ、食いでんだもん。ソーセージなの、魚肉ソーセージでサクサクしたの。どう、好きだべ、嫌いじゃねえべ、うめべ、あんまり言うな、正直な感想。本当に本当に年取って味覚変わったとかそういうんじゃなくて、ちょっとこれいつもに詳しいから、焦げてるから、サギツちょっと取ってるけど、チョロがチョロに人気や。テキパキ仕事するような人は嫌いじゃねえべ。感想言ってくれない。感想言ってくれない。畜生、たまにはこっちを。手伝いに行ってもいいよ、私も行くよって言いたいけど、チョロチョロ、あなたは武藤の家の側にもう一つ部屋置いてっていい。その部屋のキッチンから黒沢先生の結婚が発見されました。朝土曜日だな。黒沢先生はアリバイに来るに行ってました。日が入りじゃべは、無駄はない、水来たっていいのに。さんを殺した。おせんべいになってるでしょ、おせんべいになってるでしょ、商品化できるでしょ、うん、そうなの、そうじゃない。そこは嘘でもうんと言ってほしかった。嘘も方便って言うやん。間違ってこじゃいわよ。魚肉ソーセージ、これ何本植えちゃうの。1本分100円。1本分100円で売れる。ソーセージ1本何ぼすんの？ソーセージ1本何ぼすんの？私が九条先生を殺したことを知って、
100円ぐらいでしょ。ん？ソーセージ1本100円ぐらいでしょ。脅迫してきた。うん。あの夜先生に呼び出されていてさ。ソーセージ買ったことないかな。何回か買ったことあるの見たことあるよ。買ったのは結構、お兄さんの髪が覚えてない。うん。でも、だいたいそのぐらいでしょ。2つ用意した仏壇をそれぞれの部屋に置いた。そして、元を装ってアキコさん。正直あなたはお湯をしてここにあるよ。追い詰められた。飲む？お風呂。あ、お風呂やってくる。そしてタクシーを予約していた。嘘も方便も言ってくれない。そうなんだから。どんな育て方されたらしたらこんな性格になる。お坊ちゃま育つなら性格がいいんだよね。貧乏育ちだから効力になった。ソーセージに包まってるやつ。おいっ子は喜ぶ。子供は喜んで食べそう。子供は喜んで食べそう。すぎてやからな。妖精らせるのはちょっと動画わかんない。わかんない。はい、ただすぎて。でも魚肉ソーセージだから優勢食べそうじゃない。お魚だよ。あ、これ用なんだよ。わかんねえか。お世辞も言ってくれなかった。バカバカ。